マミア・ドミトリエビチ・オラヘラシュビリは、グルジア人のボリシェビキ革命家、政治家。名は、イヴァン・イヴァネトモ。1881年6月10日、ロシア帝国クタイス県、ショラパニ軍の貧しい貴族の家庭に生まれた。地元の中東学校から、ハリコフ大学医学部へ進み、1902年からは、サンクトペテルブルク軍事医学アカデミーに学んだ。 翌1903年からボリシェビキに入党し、同年に学生運動に参加して逮捕。ロシア第一革命の間も革命に参加したが、1906年にも油張り印刷に関与して逮捕された。パリやジュネーブで過ごして帰国し、1908年に軍医アカデミーを卒業した。その後はザカフカースで医師として、 1914年から1917年までは軍医として働いていた。1917年からは、ウラジカフカスロヘイソビエト議長や、ボリシェビキウラジカフカス委員会議長、カフカース地方医メンバーを務めたが、翌1918年から1920年5月までは、グルジア民主共和国のメンシェビキによって拘束された。解放後から翌1921年まで、 グルジア共産党中央委幹部会議長、ロシア共産党中央委カフカース局メンバー、グルジア革命委議長代行などを歴任した。同時に、合法的な立場としては、グルジア民主共和国軍の軍医を務めていた。同年2月の赤軍のグルジア進行に際しては、メンシェビキ政府の転覆に役割を果たし、グルジア社会主義ソビエト共和国の成立後も、同国教育人民委員、 人民委員会議副議長、グルジア共産党中央委責任初期や、ロシア共産党ザカフカース地方委責任初期などを、翌1922年まで歴任した。1923年1月から1927年6月までと1931年1月から、同年11月まではザカフカース、社会主義連邦ソビエト共和国人民委員、会議議長、 1923年7月6日から1925年5月21日まで、ソビエト連邦人民委員会議副議長、1926年12月から1929年11月までと1931年10月から1932年10月までは、全連邦共産党ザカフカース地方委、第一書記を務めた。ザカフカース地方委、 第一初期としてオラヘラシュビリは、当時全連邦共産党中央位政治局が推進した農業集団化について、グルジアの痩せた傾斜地は機械化にも集団化にも不向きであり、また強制的なトウモロコシの減誕と小麦の増炭は、損害をもたらす恐れがあるとして反対の姿勢を示した。オラヘラシュビリの指摘通り、その後グルジアは飢饉に見舞われた。 1923年4月から1926年10月までは、全連邦共産党中央委員候補となり、同月から1934年1月までは、中央委員を務めた。1926年から1929年まで、ザリアーボストーカカミ編集長。1927年から1930年まで、ソビエト大百科事典編集委メンバー。 1930年に、プラウダ編集者を務め、1932年10月から1937年までは、ボリシェビキ中央委付属マルクス・エンゲルスレーニン、研究所副所長に就いた。オラヘラ・シュビリは、カフカースの革命運動史に関する著作をいくらか、書いたが、しかしそれらを、ヨシフ・スターリンの都合の良いものに書き換えようとする、当時の情勢に従わなかった。 その後、オラヘラ・シュビリは1934年2月から1937年5月まで、全連邦共産党中央関西メンバーも務めたが、同年6月26日に逮捕され、同年12月11日に銃殺された。妻マリアムも、拷問の末に銃殺され、娘も収容所に送られ、その夫であり、グルジア国立オペラ・バレエ劇場主席指揮者のエブゲニー、ミケラゼも、 拷問死を遂げた。その後、オラヘラシュビリは1954年に名誉回復がなされた。娘は、翌1955年に収容所から解放され、その後1984年の映画、残悔の登場人物、ケテバンのモデルとなった。孫のバフタングミケラゼはドキュメンタリー監督となっている。ありがとうございます。